はい、こんにちは、山梨と申します。さあ、今回はね、またこれも大衆郵便物のね、ちょっと例外編っていうような感じでやってますけど、さあ、これタイトルだけ見たらね、一体何のこっちゃってなるかもしれませんけど、まあ、タイトルをよく見てみたら、なんじゃこのね、もうオチは書いてありますけどね。ということで、次回は、特定封筒郵便物っていうのでね、やっていこうと思います。いや、この言葉自体はもう、ほぼほぼ聞いたことある人いないじゃないですかね。特定封筒郵便物と言われて、ああ、あれのことねってね、すぐにピンとくる方っていうのはね、なかなかそう少ないと思います。っていうのは、何かと言ったらですね、何かって聞いたらもうすぐに、ああ、これのことってになるんですね。こいつです。はい、じゃじゃんと。レターパックですね。レターパックと、まあ、どっちもそうなんです。スマートレターってやつね、これはちょっと馴染みが薄いかもしれませんけど、これね、この3つのことを、特定封筒郵便物と正式名称は言います。あくまでも相性がスマートレターであって、レターパックなんですよね。っていうことなんです。まあね、もう種明かしたらね、レターパックはこれは結構使う人多いですからね。これはもう本当に郵便、ここ最近で、唯一と言ってもいいぐらいのね、ヒット商品でありますから、これ便利なんですよ。とにかく、ね、荷物の発送とかにも便利ですし、ね、とにかくいろんなね、書類とかをね、素早く確実に記録郵便付きでね、送れるということで、非常に特にこのレターパックというのは人気がありますよね、ということですね。ということで、まあ、説明はもうこれで不要ですね。レターパックですということで、封筒自体を、ね、郵便物として、販売してますよっていうのが、この特定封筒郵便物というものの定義になっているそうです。ですので、まあ、レターパックのことなんだなと思ってくれたら、あれです。特定封筒郵便物と言われてね、多分局員さんに特定封筒郵便物くださいって言ってもね、もしかしたらポカンってなるかもしれません。まあ、さすがに知ってることはもういると思いますけどね、郵便局員の方でしたら。で、大体サイズはこんなもんね。で、ことで、まあ、大体決定形外のサイズのぐらいのものが送れますよと。これ、角型2号ね、封筒ですんで、まあ、これでね、あります。ちょっと、バチもありますからね、ある程度のものまでできます。で、今、ライトとプラスっていうのが、主にレターバックから説明しちゃいますけどね、もう今回レターバックだけやろうかな。ライトと、プラスっていうのがありまして、今370円と520円。で、これ何がね、レターバックに違うのかっていうと、まずレターパック共通としては、これは新書が送れます。さっきも言いました郵便物なんで新書が送れます。今も取り扱いやめてしまいましたけど、昔あったエクスパックっていうやつは実は新書送れなかったんですけどね、こういった新書が送れますよと、いうことです。で、2つ目の特徴が、これは、重さが4キロまでは定額なんですよね。さっきも言いましたように、基本的に郵便物っていうのは重さによって軽ければ軽いほどお値段が安くなりますよ。サイズが小さければ小さいほど値段が安くなりますよなんですけど、こいつに関しては4キロまでとにかくもうこの値段でいけますよということなんで、4キロで、370円ということなんで相当安いですよね。で、ここからライトとプラスの違いになってくるんですけど、ライトの方は厚さが3センチ以内になってきますよと、いうことです。で、こっちの方は厚さの制限ありません。とにかく封筒に入ってちゃんと封ができれば、どんセンチまででもいけますよっていうのが、まあ、理論上ね、いけますよっていうのがレターパックのプラス。で、ライトの方はそうじゃない、3センチまで。で、あとは、ライトの方は、これはポスト投函になります。記録はついてますけど、この記録を読んでそのままポストに投函されるだけ。サインとかをいただくことはありません。対して、レターパックのプラスの方になると、ここにサイン欄がありますね。配達証がついてますね。こいつにサインか印鑑をもらいますよっていうルールになっておりますので、これが対面配達になりますということですね。まあ、ですから、どっちかというと書き留めに近い感じなのかな。使い方としては書き留めに近いイメージなのかなっていうことで、青色、赤色。特定記録に近い感じかな。また特定記録と書き留めなそれぞれ説明しますけどね、青色なのかなという感じですけど、明確に書き留めと違うところはありますので、ご注意ください。これは保証がないということです。これは書き留めのところで詳しく説明をしますので、ちょっとここでは説明は省きますけど、レターパックのプラス、レターパックというのは、一番大きな特徴は保証がないですよというのは、これは覚えておいてください。基本的に郵便物というものは、基本的に全て保証がないんです。だから賠償問題とかって言ってね、よく郵便物とか壊れとったや破れとったやないか、中身がね壊れとったやないか、どうやって保証してくれるんじゃんって言ったら、明確な答えになるんですよ。保証できませんなんですね。保証がしてほしいんだったら書き留めつけてということになりますんで。
まあ、これはこう書き留めのところでまた詳しくやりますのでね、そのあたり、ここでは説明を割愛させていただきますという、まあ、これはね、ちょっと気をつけて、特に、あの、これね、メルカリとかね、あの、ヤフオクとかね、オークションの発送とかでもよく使いますんでね、そのあたりはしっかりと頭に入れて、使っていただきたいなと思います。その分お値段が安いですよ。だから、オークションで使いやすいんですけどね、っていうことです。で、これはもう一つの特徴として、オプションは付けれません。だから、レターパックに入れて、じゃあ保証をつけてもらおう。じゃあ保証をつけてくださいって。あ、すいません、それはできませんということなんですね。これもね、まあ、あの、それこそあの、なんて言ったらいいのかな。JR のその乗り物のね、切符で例えるならば、これ、青春18切符とかみたいな感じなんですよ。企画乗車券だと思ってください。何でしたっけ、早徳グリーン割とかね、あと、何でしたっけ、プラットこだまとか、そういうようなイメージの方がいいかもしれません。あらかじめもこの封筒として買いますよ。プラットクラムもそうじゃないですか。あらかじめ前日までに、これのやつで買います。今前日できるんですよね。そう、ネットで注文しますよと。それを、引き換えてね、そうすることによって、8000円ぐらいで、名古屋から東京が8000円ぐらいで、しかもプラス1000円でグリーン車に乗れて、めちゃくちゃ安いじゃないですか。ドリンクバーについてくるね、ビール買ってもいいんですよ。ビールまでついてきて8000円がいくらとかね、1万円切る価格でできるわけなんですよね。ただし、これは変更はできません。ね、小玉、ね、普通の小玉の乗車券も取るんやったら、指定席券の場合でも変更できますよね。変更とかできるんだけど、これは変更ができませんよと。あとは、まあ、自由席だったらね、後の小玉、ちょっと、ね、弁当とか変えたりしたいし、まあ、次の小玉にしようとかっていうのができますけど、それもダメですよっていうのが、ような、いわゆる縛りはありますけど、その代わり安くしますよ。正規春秋18切符もそうですよね。特急とかには一切乗れません。在来線の、ローカル線とかね、普通列車とか快速列車にしか乗れませんけど、その分、もうベランボーに安い値段で、乗り降り自由でね、できますよ。ね、その代わり特急とかには特急料金払ったって乗れませんよっていうような、ああいうやつだと思ってください。普通郵便なら、そのあたりいくらでも融通聞かせますよ、書き留めつけてください、内容証明だってできますよとか、いろいろとわーっとありますけど、速達にだってできますよってですけど、こいつの場合は、そのあたりは、後からつけれませんよってことなんです。ただもう事実上の、こっちの方は順に速達扱いになりますし、こいつに関しては基本的に速達扱いの、取り扱いと、に準じて、取り扱いが行われますので、そういうのも全部含めた料金だと思ってください。それでもうコミコミパックというのがレターパックと思ってくださいということでね、この動画はこれぐらいで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。